まあ、さっきの続きからやっていきます。よし、最後の扉ね、行きましょう。紫、ここクリアしたらハッピーエンドかな。これは旅館か。ついにあと一つというところまで来たわね。あ、ここまでなんとかやってこれた。ナイトメアが仕掛けてくるとしたらここだな。6つまでは希望を持てるためにわざとクリアさせた可能性がある。そして最後のここだけは僕たちを絶望させるためにゴールすら用意してないかもしれない。ずるい。積み替えに今北さんにありさとこさえんさんいらっしゃい。私にはね、ナイトメアに別の目的があるような気がしてならないの。私たちを絶望させる以外の目的が、実はいい人だったみたいな。ロテコンいらっしゃい。実はいいペガサスだったみたいな。別の目的、私の勘が正しければここの扉もきっと乗り越えられるようにできてるわ。根拠は、私の勘はよく当たるの。女の勘ですね。まあいい、とりあえず他の悪夢同様全力を尽くす。やることは変わらない。不気味な鎌が書かれた絵ね。命を刈り取る形をしているわ。紫色は赤にも青にもなれる曖昧な色。触れただけで自分が別の何かに変わってしまうような感覚を与える。それが怖い。もうあれだよね、何かしらの理由をつけて怖がろうとしてるよね、四季くんはね。イチャモンだよ、イチャモン。クレーマーだよ。私全体的に紫なんですけど。そんなに悪口言われると不快だわ。確かに、確かに紫でしたね、毛髪が。毛根も紫なのかな。なんで眉毛は、あ、紫は曖昧。虚構の色。太陽いらっしゃい。紫ってすごいよな、でも。色素がナス食べすぎたみたいな。両親がナス食べすぎて子供に紫の色素が定着したみたいな、そういうことなのかな。2名でお越しの主様と四季様ですね。お待ちしておりました。当旅館へお越しいただき誠にありがとうございます。ナス好きすぎ、ポリフェノール。申し遅れましたが、私はお上の神代と申します。神代を後ろから読むとお神と。小さな旅館でございますが、精一杯もてなしさせていただきます。首刈り旅館ですね。それでは早速お部屋までご案内いたします。さあこちらへどうぞ。当旅館は首刈り旅館と申します。物騒な名前でございましょう。これは旅館に泊まった者の首がなくなることからそう名付けられました。これからお二人様にはこの旅館で一晩を過ごしていただきます。おそらく霊に漏れず、あなた様のもとへも首を刈る者があやずる。プルプルプル。そして、鈴が聞こえてきたならば、それは、うわ、首が惜しいと思うならば、見つからないよう隠れてみるのもいいでしょう。途中までよかったのにな。こちら、あやめの間がお二人様の部屋になります。短い雲をどうぞお楽しみくださいませ。読めなかったから、お楽しみできない。首刈り旅館、おもてなしの心でね。最初はね、ここに隠れようと思う俺は。首刈り旅館、私は過去にこの旅館に来たことがあるようなないような、あるでしょう。まあいいわ、きっと気のせいね。狩る、お上が言うには首を狩るやつがいるそうだな。できる限り会いたくないものだ。会うんだな、これが。会わなかったらホラーゲーじゃないもんね。何、とりあえずこの旅館の散策は一人でする。単独行動の方がいざという時に迅速に対処できるから。あんたはここで待ってて、私が戻るまで部屋から出たらダメよ。了解、健闘を祈る。四季くんがヒロインかな。前髪マンいらっしゃい。お、てんてんてん。さすがに遅すぎる。この旅館は幸い色が薄いように思える。これなら僕一人でもなんとか単独行動できそうだ。少し様子を見に行くか。確かに全体的に紫だよね。金谷いらっしゃい。お久しぶり。アイテム、まあ、取ればいいか。普通にそんな調べることもないでしょう。和骨いらっしゃい。ゆっくりしてってね、みんなね。お、神尾です。私に話しかけると攻略のヒントが聞けます。ヒントはとりあえずいらんでしょう。積んだら来よう。ここにとりあえず人に話しかけようか。秋ナスは嫁に食わすなって、美味しいからという理由と、種が少ないから小種が少なくなるっていう意味が。へえ。あ、はい、こんばんは。私はあなたの首が欲しいです。首をくれますか？今ならポイントカード10倍キャンペーン実施中です。首をあげない。いけず。いけずじゃないよ。こいつ、あ、でもこいつ見ないぞ、俺を。こいつ俺を見ないぞ。見た。見ないと思ったのに。見た。見るんかい。しぐれにコミックスいらっしゃい。見たわ。え、龍崎作いらっしゃい。見んかと思ったら見た。ルンタッタルンタッタ、新しいお人形ルンタッタ。人形いっぱいですね。なんか豪華になってる気がする。
日に日に豪華になってる気がする。シリーズごとに。わぁ、血がすごいや。カホライいらっしゃい。でかい壺。でも人少ねえな。でけえな。大宴会場。ライブとか開けそうだね。頑張れば。おっと。回っとる。邪魔。すんまそん。すんまそん。え、だけ?だけか。あれ、主ちゃんいないぞ。またあれか。分離されたパターン。首がなくなってどうやって生きていられるかって、それは私にもわからんよ。いつか消えてなくなるのか、一生このままなのか、それすら教えてくれる人がいないからね。帰れない。まあ多分四季くんパートなんだろうなこれ。多分ね。お、ちょちょ、わしの名前はゴラン。巨大広告会社を経営しておる。ゴランのスポンサー社といえば一度は耳にしたことがあるじゃろ。あの会社はわしが育てた。この人って前の作品出てなかったっけ。ねえ、ゴランさんだっけ。チョコパーに君影咲夜いらっしゃい。あの人、それはさておき、まだお主は奴に会ってないようじゃな。奴には物理の攻撃が一切効かん。歯向かわずに素直に隠れてやり過ごすのが一番じゃろ。精神攻撃は効くのかな。顔でかーみたいな。罵倒には弱いのかな。うん、やり過ごすのが一番。ポムイレシャイ、何かしら やりたいよな。やられるばっかりじゃなくて、あ、動かせるぜ。こいつ囲んでやろうぜ。意味あるかな。よ、あー、ダンボール、あなたはなんて美しいの。あー、関わっちゃいけない人だ。よし、絶対出れんようにしてやろう。乗り越えれるのかな。普通に乗り越えたら意味がないけど。あ、すげえ、ちょうどあった。囲めと言わんばかりの。どうすればいいんだ。もう部屋に戻ればいいのか。囲んだったが。いねえな。まあ、部屋戻るか。めっちゃ見てくるし。囲んだ、囲んだ。おらんか。あ、光っとる。もう一日目が過ぎるのか。主ちゃんどこ行った。少し休憩しようか。休憩する。主のどこも気になるが、とりあえず今彼女に任せてみよう。もう放り投げたよ、もう。なぎんこいらっしゃい。初日はただ隠れるだけか。途中から謎解き要素がまた出てくるかな。おう、隠れるとこいっぱいだ。嫌な気配がする。これは鈴の音。近づいてくる。どこかに隠れなければ。やべえ、10秒しかない。俺ここに隠れるってね、宣言したからね。隠れる。ここは安全と思いたい。いきなりひな壇狙ってこんでしょ。ナス。ナスが好きすぎてナスが見える。後ろにも口ついてんだもんな。これね、紫の世界だよ。ええ、これでね、赤とかだったらおかしいもんね。紫だもんね、完璧。部屋も紫だし、顔も紫だし。これで緑とか言ったら詐欺ですよ。今北さんいらっしゃい。ちょ、待って。大丈夫。あー、危ない。一箇所だけか。ちょろいっすな。ほえー。行ったか。あんな化け物が徘徊してるとは。主が心配だ。とりあえず合流して情報を共有しないと。合流できるかな?セーブと。これが1回目だね。これが回数重ねるごとにね、狭まっていくからね。ここはヒントだけの部屋か。猫ゾンビいらっしゃい。これ秋葉で売ってる色が悪いゆで卵。そんなん売ってるの?あ、なんか左上にいる。なんか秋葉であれでしょ、なんだっけ、おでん缶だっけ、なんだっけな、なんかあるんじゃなかったっけ。ハローにサタサタいらっしゃい。ね、顔の色が激しいよね。し、誰にも見つからないように隠れてるんだ。いや、見つけられやすいとこにいると思うけど。安易な隠れ方ね。まあちょ、待って。これ死んだんじゃねえのこれ。死んだんじゃねえのこれ。死んだんじゃねえの。ちょ、待って。一応セーブ分けとくけど。これ死んだんじゃねえの?ちょっと、あ、これは、パー死んだろう、これ絶対。どうしよう。ちょ、待って。あれは、あの時に攻略しないといけないのかな?でも、速度が、ちょ、とりあえず後日に話しかけた手で言っていい?話しかけた。逃げ切れるかな、あれ。あ、そうか。俺、あれだ、ダッシュしてねえや。そうだ。俺、ダッシュしてなかった、ごめん。ダッシュあった、ダッシュ。ダッシュすごい忘れるんですよね。オッケーオッケーオッケー。ダッシュしよう。カフェ俺行ったか。よいしょよいしょよいしょ。オッケー。あ、いけるいけるいけた。ごめんごめん。いけたわ。ちょ、でもあれだわ。ちょっと。
ちょっとあれだわ。ちょっと話そう、話そう、話そう。大丈夫。オッケーオッケー、あ、オッケー。え、でも、ちょ待って。通る、バーン。じゃあ、怖え。ちょ待って、どうしよう。だから、やっぱ一番下にやらなきゃダメだね。プーやって、プー、オッケー。これで、でも同じじゃね。ふん、ぐー、とった、あじゃ待って。もっとうまい具合に行きたいのに。こうやって、もうあれだ。この流れ、この流れで、通って、オッケー。あー、よし。このループだったね。くっそー。あー。左回りだった。時計回りが正解だった。よし、7716、七色だね。七色。オッケー、語呂合わせだね。あー、びっくりした。早かった。そう、ギリギリのバランスだったな。あの速度、距離感。やっといけた。やつが次、襲撃そうな場所？わかった。占ってあげる。そいや、ほいや、そりゃ机、こたつ、布団が危険だと出たわ。私の占いは 100% 中、100%、ん ?100 発100中だから、信用しなさいな。机、こたつ、布団が危険。逆にあれか？机、布団が安全とかじゃないだろうな。まあ、いいか。とりあえず心配しよう。心配？信用しよう。思うように動けないもどかしさ、きっとおぬしも味わうじゃろう。しかし、時は無常、待ってはくれぬ。わずかな時間で適応してみせよ。さもなくばしあるのみじゃ。なんかの伏線これ。オッケー。あの三つ以外に隠れてみよう。ひなにだよ、パンダ、いらっしゃい。また話しかけよう。ご覧のスポンサー。首をはねられた。これ聞いたか。ハーティー、いらっしゃい。布団もうない。布団もうなかったっけ。あ、逃げてるこいつ。あ、逃げてる。見てこの段ボール。角のたくましさ。惚れ惚れするわ。こいつ逃げてる。また封印しとかないと。こいつ定期的に逃げるな。まあ、いっか。これでいっか。もう。全方位はもうしんどいからいいや、これで。よし。行くか。もういいっしょ。オッケー。ぜひね、見れなかった方は動画で見てください。YouTube にあげますんでね。休憩する。彼女はどこ行ったんだろう。これほど大きい、旅館ではないのに見つけられない。もしやすでに奴の手によって。なんかあれだよね。お互いがお互い見えてないみたいな可能性あるよね。まあ、恋いらっしゃい。お互いがお互いだけ見えなくされてるみたいな。いや、不確定なことの決めつけは良くない。時が経つのを待とう。どこだっけ？机と、なんだっけ？机と布団となんだっけ、何が危ないんだっけ忘れた。机、こたつ、布団、オッケー。机、こたつ、布団。机ってのはあれか、こっち、ちゃぶ台。ちゃぶ台は机に入りますか。まあ、とりあえず、これとこれが危ないと。じゃどうしような。ここに隠れるか。ね。棚に隠れようじゃ。なんだ、体が思うように動かない。右手を動かそうとすると左手が動く。待て。操作が反転してるのかこれ。待てよ。夏に雪の城いらっしゃい。落ち着け。落ち着いて隠れろ。なるほど、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 なるほど。なるほど、なるほど。右押すと左に行く。なるほどね。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。隠れよう。意外とできた。よしよし。真逆だから、一応できたね。よっきーいらっしゃい。なんかもう操作がもうぐちゃぐちゃだったらむずいかもしんないね。あの難しいモードとかでもう上押したら左とか右押したら下とかなんか適当になんかなったらもっとむずいかもしんない。でもそれもそれで難しいのかな。オッケー。うわーやめて。やめろ。余韻を残すな。今度こそ言ったか。でもあの占い合ってたね。てっきり嘘ついてくるかと思ったが。回数を重ねるごとに、奴の襲撃が激しくなっていくのか。なんとかしないと。でもか、あ、未だにそうなの？待って。未だに操作が治ってないという。マジか。あ、あの中だけか。あ、治った。なに、びっくりした。あれ終わったらもう即治るもんだと思ってた。ノワールいらっしゃいね。お久しぶり。
よし、もう一回探索に行こう。有意義な話を聞きに行こう。探し物をしている。この旅館に秘密の地下通路なんてものはないよ。あるんだな、じゃあ。こことかに。ないのか。ないのか。ヨコタン、動画から失礼します。あ、いらっしゃい。動画いつも見てくれてありがとう。まあ忘れてた、こいつの存在。怖え。ありがとうございます。動画見てくれて。これからも見てくれていいんですよ。だって、盆栽の良さって何だと思う？わびさびを感じさせる切なさ。命を感じさせるたくましさ。空間を彩る存在感。どうでもいいから占ってくれ。頼むわ。あなた生意気ね。そんな口の利き方をする奴に占いなんて。え、なんで？でぃ。嘘やん、そんな。なぁ。命のたくましさ。これでいいんでしょ？これでいいんでしょ？ふむふむ。まあ、非凡な私には盆栽の良さなんてわからないもんね。ははは。いや、ばっか。え、どれだったらいいの？わびさび。あ、やっぱりあなたもそう思う？盆栽と言ったらわびさびよね。まったく。さて、占いの結果では、ひな壇、屏風、クローゼット。小さい押し入れみたいなところが危ない。待って、ひな壇、屏風、クローゼット。小さい押し入れ。もうなくない？ひな壇、屏風、クローゼット。小さい押し入れ。ちょっと多いけど、部屋の上側が危ないと覚えておくとらかも。あ、なるほど。じゃあ、下だな。下だな。オッケー。ありがとうございます。動画見てくれてありがとう。かやせっさんに、ポロトット。いらっしゃい。オッケーオッケー。上側が危ないと。下に隠れると。マッチョ。びっくりした。うん。それはさておき、奴らは狡猾な面も合わせ持つ。知能が低いのは確かだが、あまり舐めてかからない方がいいであろう。知能低いのあれで。こたつ猫いらっしゃい。夜勤頑張ってね。世の中にはね、段ボールになり、すます生き物もいる。私はそんな奴が許せない。もしそんな奴を見つけたら、これを振りかけてやりなさい。跡形もなく消滅するから。清めの塩。段ボールに、なりすます奴って何？この中にいんのか。お前段ボールじゃねえだろ、みたいな。スネークのことなの？スネークは段ボールになりすます。段ボールに入るのが好き。ん？どうなんだ？何にすましたいのか？将来の夢は段ボールなのか？わからん。わからんぞ、スネーク。まあいい。行こう。とりあえず上側が危ないんで、上側が危ない。え？ちゃぶ台って言ってたっけ？ここかじゃん。この布団か？わからん。ここ、上側、でも上側だよな、全部。ちょ、まあ。ちょ、セーブしすぎだな。行こうか。休憩する。主のどこも気になるが、とりあえず今は彼女を信じて任せよう。ちゃぶ台行ってなかった？じゃあちゃぶ台か？それとも段ボールが出てくるのか？でも出てこなかったらね、この清めの塩。待て！何か嫌な気配がする。こいつ絶対見たら教えるから、こいつに塩をまぶそうか。いるな。これは鈴の音。塩をまぶします。ん？机の上に暖房。あれか？あれか暖房って。え？これってあれテレビじゃないの？テレビじゃないか？あれ。わちゃわちゃ。矢印が。よくわかるんだけど。多分こいつに塩をまくんでしょ。あれ、あれ違う？なんだこいつは。清めの血を使う。キューン！これでよしと。ねえ。ねえ。左の方。嘘。ちょ、早く隠れる。これだね、段ボール。でも、目じゃないの？ダメなのは。だって目で見てるでしょ、あいつ、俺が隠れるの。段ボール。おまお前あいつも見てんのか。なんだまし。マジか。そう、左ってアンボール、あれか。テレビかと。くそ、マジか。これだと思ってた、ずっと。待って、2回使えんのか ?2回使えんのか。今来たさん、いらっしゃい。もう1個いたよ。じゃ、振りかけようか。目はフェイクなのかな。じゃ、とりあえず段ボールにかけよう。で、余裕あったら、もう1個あるんだったら目にもかけよう。まず段ボールからかけようか。オッケー、近づいてくる。オッケー、段ボールに、オッケー、使う。ガー、よしよし、これは清めの塩使う。オッケー、キューン、オッケー、これでよしと。よしよし、2回使えた、2回使えたよ。隠れる。2回使えた。
でも大丈夫だったのかな、別に。大丈夫か。よし、これで完璧。にゃんぱといらっしゃい。これもね、後でね、動画出しますんで、動画見てくれたらと思います。YouTube の方にね、あげますんで。飛ぶ。うわ、すげえ、なくなるんだな。壊すんじゃなくて、消滅させたな。楽しげえ。帰れ、早く。よし。また来るぞ。最後に来るぞ。あ、来ない。行ったか。随分と派手にやってくれたな。この調子だと隠れる場所がなくなるぞ。一体どうすれば。もうそろそろ終わりでしょ。待て。どっかに隠し通路ないか？ないか？ひな壇の後ろとかに隠し通路が実は。あ、待って。ここって。ここ絶対隠し通路あるでしょ、これ。違うか？なんかすごい人の大きさにひびがあるけど。まあいいか。あれか、ハンマーとか。ハンマーとか誰かくれるんじゃないか？ハンマーとかバールみたいなものみたいな。誰かくれ、まあ。誰かくれれば。くれねえか？首が欲しいです。あげない！多分死ぬだけだからあげない。なんかくれ。髪の長い紫の女の子。てんてんてん。知らない。実はお前がアルージちゃんとかじゃないだろうな。違うか？違うか？目が一つ減ってた。ほんまや！俺が塩かけたからか。すまん。すまんって。まあダメだ。忘れるあいつの存在を。忘れすぎだろう。占われに来たのね。わかってるわ。占われるってなんかおかし、なんかすごいな。今回のデンジャラスポイント。デンジャラスポイントって言うんだ。初耳なんだけど。急になんか専門用語使ってきたね。あら、少ないわ。布団だけですって。余裕じゃない。嘘だ。あれじゃない？布団しか隠れるとこないとかじゃないか。選択肢。なんか急に専門用語使い出した。どうした急に。お？ふむ。透明人間というものは実に不便だ。透明人間。アルージちゃんが透明人間になってるってことか。土田ゲルいらっしゃい。アルージちゃん透明で声も聞こえないみたいなことなのか。ここを人探しとな。そういえば確かこの旅館に秘密の地下室があったそうだが、はてさてどうじゃったかな。ふーむ。あ、いや、今一つ思い出せん。時間が過ぎてからもう一度来てくれ。もう一回。ねえ、多分布団以外隠れる場所がないっていうオチだと思いますよ。紫の髪の女の子。これじゃ、どうした？大丈夫か？そうね、私たち首から先がないから、頭の特徴言われてもわからないわ。体の特徴は、胸がないとかそういうことしかない。が、モケモケいらっしゃい。デンジャラスポイント。多分布団しか隠れる場所、まあ、とりあえずやってみようか。やってみようか。シルクいらっしゃい。眉毛いらっしゃいね。布団。まあまあ、とりあえず。隠れる場所少ないな。持ってあと一回ってところか。負けない。ちゃぶ台がある。でもなんか逆に布団が安全みたいな。何なんだろうな、さっきの言い分は。あ、広告ありがとう。ありがとうございます。あ、何？体が透明になってる。ダメだ。今自分がどこにいるかまるでわからない。クソ、クソ、手当たり次第でもないから、とにかく隠れる。そういうことか。透明、そういうことか。え。あ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ、ちょ、待って。あ、わからん。わからん。ちょ、あ、わからん。ちょ、待って。これ、はい、隠れる。まずい。布団の中に。布団に行った。布団に入ったぞ、俺。だって布団、え、布団に入ったの、俺。え、どこの布団？ちょっと待って。ちょっと、何？俺、布団に入ったけど。入ったけど、布団って危ないんじゃ？あ、いいのか？あ、いいのか？あ、え？え、いいの？見逃された？見逃されたよ。やった！うわぁなんで？待って、待って、初期位置はどこなんだ？待って、初期位置はどこなんだ？初期位置はどこなの？ここなのか？ここだとしたら、どこだっけ？え、布団って、ちゃぶ台ってどこ光ってた？え、ここだっけ？ここ光ってたんだっけ？ 1、2、3、4、5？ ん？
左下、ここ光ってた。ちょっと待って、じゃあ、ここで話しかけて、ここから始まるとしたら、1、2、3、4、右に4、まあ4やって上にずっとやればいいか。4だな、4やって、あとは上にずっとやれば、よし、それで行くしかないな。アイスさんいらっしゃい。体で覚えるしかない。ちょっと待って、ここでセーブしとこう。場所が変わってないことを祈る。もしこことかここでやられたら変わってくるからな、だいぶ。行こう。少し休憩する。はい、右に4回やって、上に長押しな、格ゲーみたいな。行くぞ、右に4回。おお、ごめんごめん、左下だね。よし、ふん、透明になってる。大丈夫。1、2、3、4。あれ、おかしい。上に長押し、おかしい。おかしいぞ。もう、あ右上にいたえ、なんであんなとこいたの？やめろ、来るな。なんか右上にいるんだけど。でも、あー、ダメか。え、なんであんなとこいんの、俺。え、ちょっとあれだ。十字キーでやろう。押しすぎか、俺。あれだ、コントローラーでやったから、ちょっとなんか、あれだわ。なんかあれだったわ。なので、十字キーで4回押そう。そうしよう。オッケー。十字キーで右に4回。あと上にやろう。ダメだ。コントローラーの微細な操作ができてなかったんじゃないか、多分。オッケー。こっから、いきます。1、2、3、4。で、上に走っていって、OK! ジャブ台の下 OK! やっぱキーボードが最強だな。キーボード最強だわ。ダメだわ。コントローラーだとどこ行ったか分かんない。何回押したか分かんなかった。もう。あれだから、スティックだから、コントローラー。スティック操作だから。ふぅ、危ねえ。乗ってるけど大丈夫。乗ってるけど壊されなければ大丈夫。でしょ。次、内心ドキドキだろうけど、上でジャンやってるから。オッケー。バカめ。よし。そうか。透明むずいな。待って、早く帰れ。よし。もう来んなよ。行ったか。ふぅ、あの手この手でやってくれるな。次やつに押されたらひとたまりもないだろう。これが最後の探索になるかもしれないな。ふぅ、もう地下に行くべきじゃないか、もう。はしゃいでる。もうそろ地下に行くべきでしょ。あそこはヒント部屋だから。地下のこと教えろ。知らないし、いらない。どうなってもし、いらない。なんだと、こいつ。こやつは？あなたが来ると思ったから、あらかじめ奴が次襲撃そうな場所を占ってみたの。そしたらどこに隠れてもダメだってさ。でしょ？だからもう逃げるしかないんですよ。逃げるんだよ。トムちゃんにアルファ。いらっしゃい。そう。ねんな。寝たぞ、こいつ。OK、これでご覧のスポンサーがおって。教えろ。さて、この旅館の秘密の隠し通路のことを思い出したので、お主に教えて信ぜよ。秘密の地下室は、百合の間のひな壇の裏側にある。でっかいひな壇の裏じゃ。一人通れるスペースがあるから頑張って通るのじゃ。OK! 隠れる必要なし。だね。よし。あなた以外、ここに、部屋に誰も来てくれない。誰も来てないわよ。元段ボールに夢中になりすぎて、誰が来ても気づかなかった可能性はあるけど。ん？それは何かの伏線か？誰か来たのか？なんかこの段ボール、なんか話しかけるとなんか横向くんですけど、これはアルージちゃんが中に入ってるとか、そういう、なんだこれ、すげえ意味深だな、なんだこれ。この段ボール話しかけるとなんか横向いたり前向いたりするんですけど、塩かけとくこれ。足は持ってねえわ、もう。明らかなんか反応してるんだけど、俺に。どういう了見なの？あ、でも、他の段ボールも話しかけるとあれだわ。話しかけるって、あれか。押し込むとなんか向き変わるのか。ごめん、話しかけるじゃなかったわ。そっちの方向をしてるとなんかそう向くわ。あ、びっくりした。アルージちゃんずっとそこに隠れてんのかと思った。全部だった、全部。じゃあ砂かけよう。あ、待て、ひな壇。
もうね、真面目に隠れるのはね、終わりです。おお、いけたいけた。おうす。待って。ちょっと待って、どうなった？おうけ。RG じゃ寝てる。寝てる。おった。おい、大丈夫か？しっかりしろ。むは。あたたたたた。何か頭が痛いわ。ひとまず無事そうでよかった。それにしてもこんなところで一体何を？そうそう、見つけたのよ、これ。なんだ？あ、それは、あ、紫の石。お手柄でしょう。ただこれを取るときに上から壺が落っこちてきたようで、頭をぶつけて気を失っちゃったみたいなの。心配かけてたら謝るわ。よく知らなかったな。上から壺って。確かに心配したが、結果オーライだ。それで、あとはこの旅館から脱出して終わりだな。え、もう目的は達成した。早いところ脱出しましょう。オッケー。多分出るときに追いかけてくるぞ。俺は速攻で逃げるぞ。逃げるぞ。絶対総力戦になるからな。ブーンいつものパターンですわ。オッケー。絶対来ると思った。ふぅ、私はずっと気を失ってただけだから、何があったかわからないけど、無事に戻ってこれたわね。一つ、判断を誤ればいつ死んでもおかしくない世界だった。まさに悪夢だった。無事に戻れたことに感謝しなくてはな。絶対来ると思った、最後に。オッケー。紫は尊い、優雅な色。すごい。シルエットが浮かび上がってますね。オッケー、全部クリアしたぞ。余裕ですよ、もう。2467。オッケー。ポイフル全部集まって。コマや長かった。本当に長かった。安心するのはまだ早い。奴が約束を守る保証なんてどこにもないからな。まだ何かの理由をつけて変な世界を用意してくる可能性も否定できない。まさか、ナイトメア様ともあろう方が約束を違えるなんて小物っぽいことするはずありませんよね。煽る煽る。というわけで、そろそろ姿を見せたらどう？私たちは約束通りちゃんと宝石を全部拾ってきたわ。ほら。ペガサス。まずはご苦労様でした。よく約束通り7つの宝石を集めてきましたね。少々難易度が低すぎましたか？せやで。いいえ、難易度が低かったわけじゃない。私たちが強かった。それだけよ。強気ですね。そういうことにしておきましょうか。いや、私もお腹がいっぱいになりました。特に水色の世界でのあなたの感じは美味でしたよ。また味わいたいものです。ふざけないで！あんなのをもう一度見せたら、容赦しない！ふふふ、ここで2回戦というのも悪くないですが、残念ながらお腹は膨れています。またの機会にしておきましょう。羽いらっしゃい。それで僕たちは元の世界に戻してもらえるのか？ええ、戻して差し上げますよ。この7つの宝石を使えば元に戻るのは造作もないことでしょう。どちらか一人だけならばな、みたいな。それじゃあ早速その宝石使わせてもらおうかしら。どうぞご自由にお使いください。ただし？ただし？ちゃんと拾ってこれたらの話ですかね。どういうこと？開け！最後の悪魔、悪夢、城の扉よ。すーん。吸われたー。な。城の扉。卑怯よ。ちゃんと約束守りなさいよ。こうなったら、後世まであんたの悪夢を語り継いでやる。ムキー！お猿さんだ。ふふふ、せいぜい頑張ってください。それでは私はこれで。うそーん。待てないとめや。何用でしょうか？この世界を乗り越えたら今度こそ元の世界に戻してくれるんだな。永遠とそれ続けそうだな。次は黒、次はなんだ、大とか、なんか深緑とかさしてきそうだな。肌色とか、もう色なんて無限にあるんだから、無限に続きそう。それは保証しましょう。私はあなた方で十分楽しみました。もう私は関与しません。正真正銘これが最後です。次は瑠璃色みたいな。かくちゃんいらっしゃい。それさえ分かれば十分だ。それまでは最後の悪夢、せいぜい楽しんでください。まあどうせここでのことは全部ますけどね。忘れるのかな。日本人は300食ぐらい分けれるんだっけ。マジか、そんなに分けてんの。さて、これが最後の悪夢だな。準備はできてるか。まったく、全部終わったと思ったのに嫌になるわ。それにしてもなんだかあんた元気そうじゃない。一体どういう心境の変化。もともと僕は白と黒の世界の住人だ。今回挑むのは白の扉。もう色の恐怖がないと思うと気が楽になったんだ。あんたさ、私とここまでやってきたわけだけど、やっぱりまだ色を怖く感じるの？当然だ、色は怖い。それは変わらない。そう。でも、あんたのおかげで少しは色に立ち向かうことができたよ。感謝する。出れた、出れた。それは良かったわ。山吹色とか、薄紫。
ピンクとかね。けどあんた呼ばれされてはいただけないわ。ちゃんとアルージさんって呼びなさい。悪うございました、アルージさん。それであんた、目の手術を控えてるって言ってたわよね。一体いつ頃なの？手術自体は来月の4日にする。それから7日ほど寝かせて、11日の夜7時、包帯を取って治療具合を確認する。色が見えるかどうか、その時が運命の分かれ道さ。でもあれじゃない？ねえ、心身的な問題が解決すれば別に手術する必要ないんじゃないのかな？手術しなきゃダメなのかな？それでも。別に目に異常はないと思うんだが。ふむふむ、メモ。大事なことなので。じゃあその時に色が見えてたら手術成功ってわけね。せっかくの緑だし、緑じゃない、縁か。縁だし、何かプレゼントの一つくらいなら差し入れてあげてもよくってよ。白子さんいらっしゃい。色の話してっから。いらない。前にも言った通り、僕は手術の成功を祈ってない。だけど、私は手術の成功を祈ってるわ。せっかくの緑ってなんかおかしいよね。せっかくの緑だし。意味がわかんない。あなたと一緒に冒険してみて分かったことがいっぱいある。会った時は、なんだこの弱虫って思ったけど、やる時はしっかりやる強いところを持つ男の子だってこともわかった。おだてても何も出ないぞ。そしてあなたが無意識に望んでることもよくわかった。何が言いたい？一度でいいから思いっきり笑ってみなさい。心の底から。笑うだと。いつもしかめっ面ばかりしてるけど、たまに笑ってみなさい。世の中にはあなたを笑顔にさせることで溢れているわ。あなたはわざとそれから目を背けている。だけどもうあなたは全てを受け入れてもいいと思うの。てん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 。さて、長話はこの辺にしておいて、白い扉に挑みましょう。これが正真正銘最後よ。あ、僕は負けない。前向きになったか？よし、行きますか。これが正真正銘最後っぽい。いや、わからん。黒もありそうだな。白と黒の世界の住人だったら黒もありそうだが。まあ、行きますか。アルジちゃんは人間できてますね。メサイヤ、いらっしゃい。どうや、何の試練だ。白は浄化、忘却の色。